後に、富士大学で学生ミュージックデイズっていう大会の予選があるんで、で、入場無料なんで、ぜひ来てください。あと、8月4日に大塚ミーツでサウンドオブファイトっていう大会があるのと、8月7日に下北沢ガレージでライブがあるのと、8月10日に、吉祥寺 GB さんでジョージロックの予選に出るので、よろしかったら来てください。お願いします。ということなので、もしよかったら皆さんに足を上げてください。じゃあ2つ目のバンド名の由来由来です。由来は、なんだろう、多分なんかみんな人間的にダメな人が多いんで、で、薬莢で、なんか頑張ろうみたいな感じで薬莢をつけて、で、クォーツは、なんか確か水晶かなんかなんですけど、なんかキラキラしてるからつけました。では最後に1つ、好きな人が来ているっていう情報が、メガネなんで、今もうみんな何も見えないんで、いや、みんなも来てくれた人が好きなんです。来てくれたな、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。田原さん、薬莢クォーツの皆さん、今後も頑張ってください。